なんと。何？あ？ねえ。そう。全スタッフに告ぐ。これより魔導融合炉の高圧縮チューブに全てのエネルギーを集中させるのだ。ですがプレジデント、それを行うと融合炉内の大出力エネルギーの大半は放出され、それが何を意味するかプレジデントが一番ご存知のはずでは。そう、魔導融合炉は臨界点を突破して停止、二度と再稼働することはないわ。いいの？あなたにとってあれは大事な夢だったんじゃ。構うもんか。僕の夢なんかよりこの国を、国民たちを守ることの方がよっぽど大切だ。僕は社長なんだ。この会社を守る責任がある。今すぐ魔導融合炉の高圧縮チューブに全エネルギーを集中させろ。了解しました。すごいや。はい、さあ。
と。まだだ。守るために今ムサカは命がけで魔導ユーゴールと戦っているって。だから僕は逃げるわけにはいかない。絶対に逃げない。エヴァン、うわ、なんやごっついパワーが流れ込んで、
から。うそーん、せっかくかっこええ感じの姿になっとったのに、どうして元に戻ってしもうたーん。よっしゃ。これじゃあ、辞めるだなんて言えないわよね、プレジデント。プレジデントムサカ、僕は二の国すべてを平和な世界にしたいんです。それにはあなたの協力が必要です。どうか力を貸してもらえませんか。まあいいけど、報酬はたっぷりいただくよ。僕はプレジデントなんだからね。この二の国のため手を取り、ブラハバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう二の国を。邪神ゴーラの復活を止めるか。はい、そのためにいろんな国と約定を結んできました。なるほど。では残るはゴロネールだね。しかしあの国は君の。覚悟は決まっているって顔だね。私は全権を握るプレジデントだ。グランリーフは君たちの力になるよ。ありがとうございます。ではシャリア、早速彼らに同行してくれるな。プレジデントの仰せのままに。いいんですか？シャリアはこの国でも特に優秀なエンジニアなんじゃ。だからこそだよ。中途半端なエンジニアをよこしてはグランリーフの恥だからね。というわけだからよろしく。機械のことで困ったことがあったら何でも私に頼ってね。爪楊枝から飛行船までエンジニアとして思う存分腕を振るわせてもらうから。エヴァンはムサカを魔晶器から解放し、グランリーフと同盟締結を果たした。さらにシャリア・ブラッケンという新たな仲間も加わった。彼女の持つ技術はエスタバニアの発展に大いに役立つだろう。これでブラハバンの約定を取り付けていない国はゴロネールだけとなったが。ポンゴがいよいよ力を示したんだね。うん、驚いたよ。ポンゴがあんな風になるなんてね。なんかイメージと違った。これでグランリーフも安泰だ。うん、今のプレジデントムサカならたくさんの人をいい方向に導いていけそうだね。グランリーフの人たちもお互いに信頼し合って
強い絆で結ばれているし、きっともう大丈夫。僕もあんな風にみんなに信頼される存在になりたいけど、まだ先は長そうだ。エヴァンはエヴァンなりにやっていけばいいんじゃない？世の中にはいろんな王様がいていいと思うんだ。そうだね。ところでエヴァン、自分が一番信頼している人に裏切られるかもしれないって考えたことある？え？そんな時、君はどうするのかな？